マリサどうした霊夢？マリサ、私自信なくなっちゃったよ。どういうことだ？テラリアのブロックの数を計算してみたんだよ。どれどれ？ちょっとマリサ、私の顔横幅がだいたい16600ぐらい、それで地下が1700ぐらい。単純計算すると2822万ブロック。あとはその他。契約3150万ブロック。マジか。何年かかるのこれ？霊夢の頑張り次第だな。いやじゃあ。どうしたもんかな。皆さん、こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。というわけで、世界破壊計画始動します。顔が心情を物語ってるな。まずは水を上空に引き上げるよ。それ意味あるのか？なんとなく？なんとも言えない理由だった。ほら、始めるわよ。いきなり倍速かよ。そういうことは気にしちゃダメだよ。とりあえず標高700から横に伸ばしていくよ。そういえばジャングル神殿のブロック使ってるんだな。不慮の事故とかそういうのを防止するために使ってるよ。水を貯めるから頑丈にしないと。次はポンプを設置していくよ。ポンプ？配線さえすればいろんなところに液体を運べるんだ。だから今回は海から水を汲み上げるよ。それにしても結構高いな。まあね。お、やっと地上か。じゃあ、少しずつ汲み上げていこうかな。砂ブロックで少しずつ区切りながらしていくよ。霊夢、人が海に浮いてるんだが。誰のことですか？私にはわかりませんねー。釣り人さんです。釣り人？うん、特定の魚を渡すとアイテムをくれるよ。まあ、したことないけど。というか、今は何をしてるんだ？これね、砂ブロックを設置するためにロープを設置してるだけだよ。やっぱり岸辺だと組み上げるのが早くていいね。ちょっと平らにしておくよ。爪ピッケルか。木も伐採できるし、整地にはぴったり。そろそろ次に行ってみようか。なるほど、そうするんだな。とりあえず、これの作業を繰り返すよ。倍速は時間が経つのが早くていいね。その顔やめろ。意外と水が多かった。全然足りてなかったしな。ここら辺りでいいか。くそ。水多すぎでしょ。海だし、そこらの水たまりと全然違うだろ。そろそろ汲み上げるのも時間かかるし掘削しようかな。やっぱり早く見えるぜ。まあね。どうした霊夢？掘削してる時って何？急にカットしないでよ。霊夢が変なこと言うからだぜ。私はただ黙々と掘り続けてるだけなんですけど。もっと掘削を快適にできないのかよ。一応あるにはあるけど。今は持ってきてないし、後で使うよ。今の問題はインベントリ枯渇問題だよ。なんだそれ。掘削してるとすぐに持ち物いっぱいになっちゃうんだよね。宝箱も使っていかないとダメみたい。いちいち戻るのも面倒だし。ふう、やっと満タンになったよ。やっとって言っても、また水槽増築したしな。これだけあれば、なんとかなるでしょう。多分。じゃあ、ここから本格的に掘削作業だな。いやじゃあ。今は標高ゼロ地点にいるよ。とりあえず、ここから左上を削っていくよ。だいたい15万ブロックぐらいだな。ここから海とか空洞も引くからそこまでは多くないはず。そうだといいな。掘削スピードが速くなるポーション飲んでるしサクサクだよ。これがサクサクと言えるのか。そして倍速するとこうなる。相変わらず音がひどいな。これを見てると頑張ったなーって感傷に浸れるよ。こんな小さな区画で感傷に浸るなよ。実際にやってるのとは違うの。だいたい砂ブロックは削り取ったから洞窟を掘削してるよ。水が溜まってるんですがそれは。海水は全部汲み上げれなかったし、仕方ないから垂れ流しで。どうするんだよこれ。なんとかなる。はず。ノープランか。とりあえず、なんとかなった。集計とかしたのか？してないけど、だいたい宝箱2個ぐらいかな？約8万ブロック。
というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。なんか地味だったな。それは言っちゃダメ。